皆さんこんにちは、石野花帆です。今回は絶対に知っておくべき筆使いが上手くなる書道の専門用語5選というテーマでお話をしていきます。今回紹介する専門用語はたくさんある難しい言葉の中でも特に重要な5つを紹介していきます。順番にまず筆を立てるということですね。そして2つ目筆圧、3つ目穂のバネ、4つ目強い線とは、5つ目弱い線とは、4番5番は線質についてのお話ですね。今日紹介するこちらの言葉5つ知っておくと正しい意味を理解して、例えば解説書などを読んだりとか先生からのアドバイスを受けることによって今までよりも格段に上達しやすくなったりですとか、自分自身が楽しく学ぶことができるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、筆を立てるですね。皆さん筆を立てましょうと言われてどのようにして筆を持ってますか？どのようにして書くでしょうか？ほとんどの場合は軸をまっすぐ垂直に立てて書くこと、これを筆を立てるっていう風に認識されている方が多いような印象を受けます。実はこの筆を立てるという言葉の中にはまっすぐ筆を持つという意味以外にももっともっと深い意味が隠されていますので、本当の意味を知ってぜひ皆さんの練習にも役立ててほしいなというふうに思います。書きながら解説した方が分かりやすいですので、こちらの動画をご覧ください。はい、では筆を立てるという筆使いで実際に書いてみたいと思います。はい、今すごく筆を立てるという動作を意識しながら楷書の1を書いてみました。では今から悪い例も書いてみますね。筆を立てないで書いてみます。皆さんこの違いに気づきますでしょうか？実は筆を立てるというのはこの筆管、軸の傾きを垂直に持つとかっていうことではなく、筆先をこのように操って、この部分です、この部分が垂直に立つ、それを筆が立つというふうに表現するんです。なので筆管の傾きが例えば自分の方に手前に倒れていようが右に寝ていようが、しっかりバネが使えていれば、筆先に弾力を持たせることができていれば、例えば今の線の引き方もめちゃくちゃ手前に右に倒して書きましたけど、これは筆が立ってる線なんですよね。なんとなく理解できましたでしょうか？皆さんもこの筆を立てるという動きを使って線を引く練習を試してみてください。そうすると今まで筆を立てて書いていなかった方も線質の違いにびっくりすると思います。この線質っていう専門用語についても後から解説しますが、こちらについてぜひ試してみてください。はい、それから2つ目ですね、筆圧について。皆さん筆圧をかけましょう、十分に筆圧をかけてみたいな解説があると、どのようにして筆圧を加えますか？文字を書くときに、じゃあ起筆で筆圧をしっかりとかけましょうって書いてあったときに、もしかすると人によってはベタッとこのようにして筆圧をかけてしまう人もいらっしゃるかもしれないです。実はこれはあまり良くない筆圧のかけ方ですね。これはですね、どちらかというと筆圧をかけるというよりも力任せに筆を押さえている、そんな印象を受けてしまうので、正しい筆圧のかけ方というのを今から解説していきます。はい、では2つ目、筆圧をかけながら線を引いてみたいと思います。筆圧を十分にかけて起筆します。今筆圧をかなりかけている状態です。これが十分に筆圧をかけて書いた線になります。じゃあ次、間違った筆圧の書き方で線を引いてみたいと思います。これも筆圧って言いますよね。どっちの意味も正しいは正しいと思うんですよ。ただし書道の専門用語でいう筆圧というのは上になります。これはどちらかというと筆圧をかけたっていうよりは力任せに書いた印象になってしまいますので、小学生なんかのこう力強く紙いっぱいに書きましょうっていう書風なんかには使える線だと思うんですけれども、実際にこの書道、芸術としての書においてはあまりこう必要のない線だったりとかするので、こうして筆圧をかけて
筆圧をかけるっていうのは紙の下から下敷きがグッと押し返してくるような感覚をつかむこと、これが筆圧十分にかかってるっていうことなんですよね。逆に何の押し返しもなかったらまずいです。ベターっていくような感じだと筆圧がうまくかかっていないということですので、必ず起筆時に、線のスタート時にこのようにして最初の1回目の筆を立てるっていう動作をすることによって筆圧しっかりかかる感じがグッと伝わってくると思います。これで十分なんです。必要以上に力は入れないということですね。はい、ということで筆圧のかけ方、皆さんも練習してみてください。それから3つ目、このバネですね。この弾力とか穂先を S 字にしてみたいなことって書道の解説書などによく出てくる言葉かと思うんですけど、この穂のバネをしっかり正しく認識して、その感覚を自分でもつかめるようになることによって、皆さんが練習さらにはかどったりですとか、もうみるみる上達して書道楽しいってさらになると思うので、そちらについても実際にお見せしながら解説していきます。はい、続いて穂のバネについての解説です。筆のバネを使うっていうのはどういうことかっていうと、例えばこういう風に筆を自然からこう空中からストンって落とした時って自然と止まると思いません？これ以上腹使うことはなく筆先だけで止まってくれますよね。これ研磨筆を使った場合なんですけれども、このぐらいでも勝手に止まってくれるんです。ただ空中から筆を真下にストンって落としたら勝手に止まりますよね。今この状態、実は筆のバネ、穂のバネをしっかり使えてる状態なんです。この自然に出てくれる穂の弾力、筆のバネを使って線を引きましょうというお話なんですよ。こんな感じでもうこれ以上の太さ出ないですよね。だから書く時にも筆圧を必要以上に、自分の腕の力とか手の力とか必要以上にかけて書くのではなく、穂にはもともと備わっている弾力性とかバネとかがありますので、それをうまく活かしてあげましょう。なので手には余計な力入れなくていいですよということになります。自然なこう筆の重たさだけで置いて書いてあげるようにする、これが穂のバネを上手に使って線を引くということなんですね。でさらにその1番2番で解説した筆を立てて書くっていう時に、ここを立てましょうって私解説しましたよね。この時にもこの実はバネを使っているわけですね。このバネを使うからこそ筆が立つ。そして2つ目に解説した筆圧についても、このバネ、この弾力性を使うからこそ筆圧をしっかりかけて紙に食い込むような線を引くことができるというふうな感じで、このバネ使いが上手くなることによって筆圧のかけ方、筆を立てるということにもかなり影響してきますので、この3つ同時にできるようになるまで皆さんも練習を積んでみてください。はい、それから4番目、線質、強い線ですね。皆さん線質っていう言葉はよく聞きますよね。でもなんか線質ってなんだろうって思ってる方もきっと多いと思うんですよ。その点も含めて強い線とはっていうことで動画でお見せしたいと思いますので、ぜひですね皆さんも強い線身につけてみてください。こちらご覧ください。はい、では線質の強い線を解説したいと思います。線質っていうのはその名の通り線の質のことを言うんですけど、これを見極められるようになるにはやっぱなかなかのこう経験が必要で、私もですねこの線質の意味を理解するようになるまで半年から1年ぐらいかかったようなイメージなんで、皆さんもですねこのこれから説明する強い線っていうのをしっかり認識することによって線質の意味がより分かるようになると思います。では実際に強い線というのを引いてお見せしたいと思います。先ほどまでやってきた 1,2,3 をおさらいしながらやっていくんですが、まず筆を立てるっていうことですね。ここ筆立てます。この時筆圧しっかりかかっていることが重要で、下から押し返しが来ると思うんですね。そしてその時にしっかりこの S 字、穂先の形がこう S の形になることによって筆先のバネも上手に使えている状態になりますね。でそうするとものすごくこう強靭な線がこの起筆から生み出されます。音聞こえます？この摩擦音、こういう風に紙と筆が擦れる音がするのが理想的で、この音が鳴らないようではおそらく筆圧しっかりかかっていなかったりとか、強い線とは逆の弱い線になってしまうことと思います。でこの 1,2,3 をしっかりやりながら線を引くと、もう嫌でも強い線が引けますね。これを強い線というふうに言うので、まず覚えておいてください。でもう一つですね、漢字の書体には5つの書体があって、特に今から説明する原書の基本的な筆使いでちょっと横線を書いてみたいと思うんですが、この時にですね逆筆造法という筆使いを取ります。でそうすると
これもまたですね、嫌でも強い線が生まれるんですよ。なんで強い線が生まれるのかっていう原理を説明させていただくと、このように逆筆造法の動きを取ることによって毛先が回転します、ねじれます。このようにかなりひねった感じになってるの分かります？穂先ねじれてます。そうすると何が起きてるかっていうと、毛先がねじれることによって力がより一点に集中するんです。このように筆がこうバサッと開いている時とは違って、逆筆造法の動きによって毛がたわめられて力が一点に集中する、この線のど真ん中を貫くような感じで力が通ってってくれるんです。これもまた強い線というふうに呼びます。ですので今回はこの 1,2,3 をしっかりと意識した強い線、楷書の1と隷書の基本的な横線であるこういう線の強い線っていう、この2つまず皆さんに覚えていただければ十分かなというふうに思います。強い線についてはこちらの2本練習していただければ皆さんも着実にこう身についていくと思いますので、ぜひやってみてください。はい、続いて5つ目最後ですね。線質の中でも弱い線というのもあるんですね。まあ、あまり良くない意味で使われる弱い線っていうことなんですけど、この弱い線をなるべく出ないようにするっていうこともやっぱり書作品をうまく仕上げる上では大切なことになってきたり、そういう線出さないように練習するっていうことで格段にまた上達しやすくなったりとか、いい線もいけない線も両方認識しておくっていうのは大事だと思いますので、こちらについてもお見せしていきます。はい、それでは線質弱い線というのをこれからお見せしていきます。皆さんは私が書くようなやり方はしないようにするっていうことが大事です。まずですね、楷書の1とか楷書のちょっと縦線とかで弱い線を出してみたいと思います。こんな感じでベターみたいな、こう書いてるというよりも線を書いてるというより塗ってるみたいな、そういう筆使いですよね。絵の具で塗り絵みたいなするときはこうやって寝かせて書いた方がバババッと綺麗に塗れていいじゃないですか、ムラなく塗れる。でも書ではそれがあまり良くないですね。こう薄っぺらい線に見えてしまうので、こういう弱い線って言うんですよ。弱い線をなるべく出したくないということで、先ほどまでの強い線で線を引くことが重要になります。例えばこう縦線の解説だと、先週もあの縦線苦手っていう動画配信してるんですけど、もしそちらご覧になられてない方いらっしゃいましたら、あの今からでも見ていただけるとすごくいいのかなと思うんですよ。その動画でも筆しっかり立てて縦線引きましょう、そうすることによってあの強い縦線引きますよみたいな解説をしてるんですよ。でこれも弱い線っていうのはそれをしなかったことによるもの、こういう風にベターってなると線もふらつきますし弱い線に見えてしまうということなので、あまりよろしくないですよということになります。でこれがですね、弱い線って楷書とか隷書とか見させていただくときによく私生徒さんにこれ弱い線かもしれないみたいなことあの指摘させていただくことが多いんですけど、隷書の弱い線ってどういうのかっていうと、こんな感じ。今逆筆造法の動きしっかりとって隷書の基本しっかりできてるじゃんって思うじゃないですか。でもこの仕上がりっていうのは実はあんまり強くないです。なんで今強い線が引けなかったかっていうと、逆筆の動き、そしてここで折り返す時に一回筆圧抜いてしまう方がすごい多いです。でこっからまたこう筆圧かけるみたいな、そうすると逆筆造法した意味ほぼなくなってしまうんですよね。逆筆造法の時に力を抜かない一定の筆圧でいることで毛がよじれてくれて劇的な効果を生んでくれる予定だったのに、ここで力抜いたら全く意味をなさない、毛がねじれないです。なのでこういう弱いペタッとした塗り絵の時のこうなんか塗ってるみたいな線になってしまうということですね。なので皆さんはこの塗ったような線、ペラペラの線っていうのを避けるようにして練習していけばめちゃくちゃ上達早くなります。ぜひ実践してみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回紹介した専門用語5つは皆さんもよく聞く言葉だと思います。筆を立てるとか筆圧なんていうのは皆さんもよく使う言葉だと思うんですよ。ただこの認識が正しく理解できているのとそうでないのとでは練習するときに意識の違いが生まれると思うんですよね。例えば筆を立てるにしても、あ、そうか、ほぼしっかり使えてることが筆を立てるっていうことなんだって正しい認識だと上達の差がもうすごいと思うんですよ。分かってなかった時よりも分かって書いた時の方がやっぱりそりゃ伸びるスピードも変わってきますし、伸びるっていうことはやっぱり自分が上達してるって実感がさらに湧きますので、モチベーションも上がってさらに楽しく書道を続けられるっていうことにもつながってくると思います。いきなりですね、難しい専門用語たくさん吸収しよう、覚えなきゃってなるよりは、もう今日紹介したようなたった5つでもいいのでその意味をしっかり理解して、しかも練習するときにその5つの用語しっかりと
意識しながら練習に向かうということですね。これで練習効率が格段に上がって皆さんの上達にきっとお役に立てると思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それを続けることによって自分が書いた作品ではないもの、例えば展覧会とか見に行った時も作品の見方がものすごく変わります。あ、これ線質どうやって出すんだろうとか、これ筆圧どうやってかけたらこんな風に筆動くんだろうとか、なんかいろんな見方ができるようになって、さらに自分もそういう線描いてみたいなっていう意欲がかきたてられたりとかっていう、もう好循環でしかないんですよね。なのでもし忘れそうになったらまたこの動画見返していただいてっていう繰り返しで、皆さんにお役に立てればなというふうに思います。今回の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。それからチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、下の赤いチャンネル登録ボタンからご登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた、バイバイ。